はいどうもこんばんはいやこんにちはですかね。ということで41回目の放送になりますわけですがえー、っとですね私あの金曜日から金土日と、まあ、東京に行っておりましてですねえー、まあまあ昨日日曜日帰ってきたんですけどもあのー、ね安い。 何があ GoTo ト,トラベルを使ってですね行かしてもらったんですが、えー、もう交通費、ね、飛行機代とホテル代合わせて2泊して2万円ちょっとで行けたというさらに、あのー、地域共通券っていうんですかあのチケット五5,000円も頂い,いてしまいまして実数1万5,000円で えー、二泊三日の東京に行けたというですね、まあ、でもその GoTo トラベルも1月いっぱいで終わると言われておりましてねあの行けてる人はねもうしょっちゅう私の知り合いの、まあ、歯医者の先生もいらっしゃるんですけども GoTo トラベルをフルに活用してるらしくしょっちゅういろんなところに行っております。まあ、その人に言わせるととねあの経済を回さななきゃいけないけんだとか ことらしいんですがね、えー、でもまたちょっと感染者が本当に増えてきてもう第3波だっていうふうに言われておりますが、ね、本当にこれはもう収束することはきっとないんだろうなっていうふうに思っている次第で,でしてね皆さんもう本当にもういつも言っておりますがくれぐれもですね、えー、健康管理に気をつけていただきたいなと思う中ですね、まあ、東京行っった時にねちょっと いいい話だなーっていうのをですねちょっと聞いたんでね今日ちょっとその話をさせてもらおうかと思うんですがですねあの中野かな中野かどっかうんあ新井薬師っていう、まあ、東京にあるんですがねそこの,あの居酒屋さんで坊主ママという、ね、韓国料理を出してくれる韓国家庭料理かな。 このレストランっていうか、まあ、居酒屋さんっていうかバーっていうんですか、まあ、そのお店がですねなんと医療関係者の方は100円で飲み放題食べ放題という、えー、企画をやってるらしくてですね、えー、だから医療関係者って分かる人が来たらもう100円で、えー、食べ物や飲み物を 提供するということをやっててるらしくてですね、まあ、えそれでお店大丈夫なんですか?」って聞いたらいやまあ,あの他の常連さんの方たちがそういう人たちのためにあのちょっと多めに募金とかしてくれてるんからそれでまあ今のところなんとかなってますっていう話だったんですけどねまあちょっとそういう話を聞くと。 応援ししたくなるななるってていう気持ちになりましてじゃあどうやってすればいいんだろうなっつったら「まあ、ここでちょっとそういうことをやってるお店もありますよ」っていうのを言わしていただけたらなと思って今日ちょっと喋らせてもらったわけでございますがですねいややっぱね医療関係者の方って本当に未だにねえー、ね県外への移動は。 控えるるよううににっていうことになってていいならししですしまたちょっと増えてきてるからまたちょっと気が、ね、休まることがないのかなとでもすごいね極度なストレスの中で、えー、働いてると思いますんでですね、えー、本当にあのー 頑張っっててくださいいいしか言いようががないんですが、ね、本当に皆さん医療関係従事してる方たちがいらっしゃるから、えー、僕たちもねなんかこう生活できてるのかななんていうふうに思うわけでございますがですね、まあ、それと同時にですね、あのー、東京久しぶりに行ってあの後輩とですね、まあ、ちょっと食事をしよう相談したいことがあるんでって言うんでね食事をしてきたんですが久しぶりに外でお酒を飲むとね もういいい気分に酔っ払ってしまいますすその写真がこれなんですけどねちょっともう目がとろんとしててまあ11時ぐらいまで一緒に食事しててその後僕もホテルホテルに泊まったんですがそのホテル入った瞬間に爆睡してしまいましてですね、えー、やっぱ外で飲むとお酒って回るのかななんて思ったですね今回の東京の旅だったわけですが。 ねまあまあちょっと12月もねちょっと結構東京に行く機会が増えるっていうことなんですが東京も増えてるからねえ本当に注意しながら行ってこようと思います。ということでですねえ皆様からのおメールの方に行きたいと思いますが、えー、今回のテーマねあるとついつい買ってしまうもの」。 とということでですね僕も前回あの多分「おせんべい」って言ったと思うんですがねあのそれの他にもありましたスライスチーズスライスチーズあればってもう絶対スーパー行ったらあるんでだからスーパー行くたんびに買ってるってことなんですがねスライスチーズついつい買ってしまいますね。えー、あれもう,なもう何にでも使えるもんね。 もうそのまま食べても美味しいしパンにのせてもいいしもう本当に素敵です素敵ですスライスチーズ素敵ですっていう人もあんまなかなかいないんじゃないかなと思いますけどねススライスチーズあると買っちゃうなあとねコンビニとかで行くとね本当に買ってしまうのがボールペンボールペンも僕あのなんていうんですか芯,芯っていうの,あの 芯だよね芯があの太めのやつで柔らかいやつそれあるとねなんか買いたくなっちゃうんだよね子供の時からで、ね、ボールペン好きでよく買ってましたねうん、それぐらいかなということで皆様からのですねあのー、おメールの方読ませていただきたいと思いますがえー、まずちょっとテーマじゃない方の おメールをいただいてるんでそちらの方からちょっと読ませてもらおうかなと思いますが、えー、ラジオネームリグママさん紅葉さんこんばんはこんばんはいつもチーム紅葉ラジオ楽しませていただいていますはい、えー。昔から男組のファンでしたが今年になってまた一段とハマってしまいそれで男組の曲の楽譜をネットで探しましたああ、はい。でも大好きな曲ミッドナイトトレインやスタンドアウトはなかなか見つからず ピアノ楽譜が欲しいのですが、手に入れることは不可能なのでしょうか。お返事いただけると嬉しいです。というリクママさんから、あ、ピアノで弾きたいんですかね。うん、譜面ないんじゃないかな。ミッドナイト、どピアノ譜って要するにあれではね、音符がきっちり書いてあるっていうことですよね。うん、はないかな。でも僕も持ってませんね。というか自分で書きましたからね。 えー、この間のセリフカバーで「ミッドナイト・レイント」の、まあ、スタンドアウトもやってるんですがそれやり直す時にもう自分で全部譜面書いたんですけど僕の見てる持ってる譜面というか見てる譜面はね、あのー、音符はあんまり書いてないんですよねコード譜と言いまして、まあ、コードを書いてあってあとはもう基本耳でコピーしてってことなんですがうんあのー「 ピアノ楽譜って見たことないないネットで検索してねいくつかそのコードが書いてあるのは出てくる曲もあったりとかするらしいですけども基本はあの耳でコピーでコード分かれば大体わかると思うんだけどピアノやってる人ってコードがあんまりあれなのかな得意じゃないのかな、うん、でもちょっと売ってるっていうのは聞いたことないです。すいませんお力にになれずに 自分、ね、ちょっと耳でコピーするとかしていただけたら嬉しいなと思います。はいでは続いて、えー、ここからテーマの方の、えー、おメールに入っていこうかと思いますが、えー、ラジオネーム草ぼんさんより「こよくんこんばんはこんにちはかな私が見つけたらつい買ってしまうものそれはサラミですサラミ!」。うん 私はお酒は飲めないのですが酒に合うつまみは大好きでよくニキの菓子に行くのですが「ニキニキニキの菓子ってやつね必ず手が出てしまいます、うん、中でも一番はフジハムさんのキングソーセーセです。ほうほう食べるとき薄皮をむいて薄く切って食べるんですが塩気と胡椒が抜群に美味しい私の子どもたちもこれが大好きで出すと戦争が起きますおお。 写真を添付しますあ、なるほどこういうものなんですねえ、他のところにはなかなかこちらの品ないんです2期の菓子さんにしかありません紅ういも食べてみてくださいこれを食べるとお酒が進んでしまう特にビールには最高なようですよとうちの主人は言っていますということですがねキングソーセージフジハムさんのでも2期の菓子さんにしかないっていうけど、うちのそばに2期の菓子さんがまずありませんからねどうしたらいいんだろうな というか、まあ、サラミ,サラミ,、ねサラミうん、僕はねあのまあそれもなかなか市販ではないんですけどねよく行く八丁堀の方にある焼酎居酒屋っていうのがあるんですがそこに行くと必ずね出してもらうのがね、えー、ポ,ーポークジャーキー。 これがね美味しいんですよポークジャーキーってねこれは、まあ、八丁堀の蛇賢さんっていうねお店なんですがねそこでよくですねポークジャーキーとあとそこ行くとよく絶対頼むのがあれなんだっけドアスリーしちゃったあキきくらげきくらげとポークジャーキー。 これれがあればもう幸せです。まあ、そこのお店はねあの基本あの馬刺しを出してくれるところであんまり馬刺しは得意じゃないんでねポークジャーキーとキクラゲ,キクラゲで生かしてもらってるんですが、えー、そこも美味しいですよ。あでもねこのキングソーセージちょっとなんかどっかで見つけたら購入させてもらおうかなと思います。ははい、いい。続いてペンネーームブルーさん。はい よくんこんばんはこんにちは今回のテーマ「ついつい買ってしまうもの私は期間限定です」ほうほうこの表示を見るとついつい買ってしまいます紘く君は「限定はどうですか?」ますます寒くなってきてコロナも第3波と言われてますが体調気をつけてくださいということでですねわかる期間限定期間限定欲しくなるなあ。のほらサティワンととか行くとさ この時期だけとかいうアイスとかあるじゃないですか。それはまあ間違いなく買ってしまいますね。うん、そうですね。あとね昔ねあのよくスノーボードとかやってた時にねもういつもこう行ってたショップがありまして、そこのショップに行くとね店員がねもう商売上手でねこうさんちょっと新しい板入ったんですけどこれね日本に二本しかないんですよ。どうします。 日本に2本しかなかったらそれ買わなきゃダメでしょうつっつてね、そうなんかあんまり数が少ないとかさこれもうこれこれ一本一個しかもうありませんよとかって言われるとついついあじゃあ買わなきゃっていう気になってですねよく散在してましたねそういうことで、はい、最近はちょっと慎重になってきてるんですけどねわ、えー、かるなでも期間限定のものには必ず手が出てしまうっていうその気持ちわかりますよはい えでは続いてラジオネームムーミンさんはいズバリそれは鬼滅の刃関係のもの全般です小午の娘がかなりハマっていて雑誌やお菓子のパッケージまでも綺麗にして切り抜く徹底ぶり何をやってるんだかと呆れるも思えば自分も男組が乗ってる。 各雑誌を切り抜いて集めてたなぁと血は争えないですね <laughs> 呆れつつも娘が喜ぶからついついスーパーやコンビニでお菓子やアイスレトルトカレーにティッシュと買ってしまいますえ今ではお掃除グッズまでも鬼滅パッケージが出たそうですうん、栄養ドリンクの企画で買ったレシートを LINE から撮影応募してみて運良くキャラクターの、えー、頭型？あ、頭型特大クッション がが当たったっことがありますまだそのクッションはスイミングのレベル認定に受かったら開けていいよとご褒美作戦で毎週スイミングを頑張っていますが一向に合格しないので今では邪魔なダンボール箱になっています。は <laughs> は <laughs>、えー、さんのお子さんたちも小1と中1と話していたのできっと学校でみんな「鬼滅鬼滅」と大騒ぎでは、えー、うちでは3歳の次女も内容もわからずに真似して「鬼滅中鬼滅中」って言っていますよ。 残酷なシーンが多いから三歳には見せていませんあらららそうですねえ土曜日次女を旦那さんに預けて友達親子で映画を見に行ってきます小よさんちはもう映画見ましたかということなんですけど映画はですねうちの娘はあの見に行ったみたいですが僕は見ておりません、えー、それでねうちの娘がね買ってくるんですよやっぱり鬼滅グッズというかなんか どっかがコーヒーヒ缶コーヒーがコラボしてるみたいでですねこの間も「ちょっと散歩行ってくる」なんて言ってその「鬼滅の刃」のキャラクターの書かれた缶コーヒーをですね56本買ってきて自分コーヒー飲まないくせにでちょっとねちょっと微糖だったりとかあのカフェオーレみたいのだったりとかするのをいっぱい買ってきて「いやパパこれ飲んでいいよ」なんつって言われたんですけど僕もあの基本コーヒーブラックしか飲まないんで。 「甘いのは飲めねえよ」なんて言いながら「ですねもうせっかく買ってきたんだから飲んでよ」って言われて、えー、無理やり飲まされたというそういうこともあるんですが何でもかんでも「鬼滅の絵」が書いてあると買ってしまうっていうのもねまあ気持ちはわからなくありませんが缶コーヒーなんかだって飲んじゃったら缶捨てちゃうのにねとか思うんですがやっぱりそういうのも欲しくなったりしちゃうんですかね。うーん はい続いてペンネーム青森さんのかなさんはいこうようくんこんばんはラジオいつもありがとうございます声色変えるの大好きですあそうですかえー、じゃあちょっと声を変えさせていただいてこれからもよろしくお願いしますはいわかりましたさてお題の件ですが私はいつもチョコボールを買います金と銀のくちばし狙いです 違いがあるようで、チョコボールの前でいつも吟味して選んでいるんですが、なかなか当たりません。一箱買って検証したこともありますが、一つも入ってこないこともあるんですよ。てことで、私と金の銀のくちばしの旅はまだまだ続きます。 舞台とファンンミーティング予約しました楽ししままた楽みにしてます葉陽君もお体コロナに気をつけて元気でいてくださいねというあ青森から来てくれるんですかねありがとうございますちょっとねあのお値段高めの設定になっちゃってるんですがうしいですねありがとうございます。ね、チョコボール チョコボール好きだったなあ子供の時よく食べてます僕はあの中がピーナッツのやつが好きなんですけどね最近あれだよねチョコボールあの大玉でかいチョコボールっていうのも売ってますよねそれあると僕もよく買いますチョコボールうわ金と銀のねあのくちばし狙い。あれ金が出たら時の テンションの上がりっぷりってなかったですよね。子供の時、うおいんだよーとか言って、よくあの友達と一緒に勝てた記憶が蘇りますね、うん。チョコボール、美味しいな。うん、では、続いて、ラジオネームちーさん、ゴヨ君、こんにちは。第三波だと言われていますが、コロナ感染、大丈夫ですか？大丈夫です、えー。ますます感染対策が重要になりますね。うん、そう思います。そんな中のファンミ。 行行きたいのですが行けそうにありれあれあれ,れ九州でのファンミもお願いしたいですということですから九州ですがはいちょっとまあ考えておきますねやれるかどうか分かりませんがえとりあえず今回は名古屋ということにさしていただきましたええさて今回のお題「あったらつい買ってしまうもの」ですがダイソーにある毛糸ですほほ 趣味で編み物や、えー、布小物のハンドメイドをしているのですが特にメランジという糸は編みやすく手触りも良いのでよく使う糸ですほうほう皆さんも思うことは同じのようで毎年新色も出るのですがすぐ売り切れてしまい品薄状態になるのであったらつい買ってしまいます。<laughs> 昨年から買いい置きしているものものあり プラスティックの3段の引き出しにはぎっちり入っておりますうん。写真の一番下の段はえ今年の新商品の糸でこれも同じように品薄になるので買ってしまいますほほダイソーさんの糸は使い勝手がいいので行くたびに手芸用品コーナーを必ず覗きチェックしていますえ作った作品の一部と商品の写真添付しますうん。全部メランジで作っております いっぱい添付してすみませんいいえ,い,えいいんですよありがとうございます、えー、毛糸ね、まあ、編み物する人にはねいいのかなと思うんですがやっぱダイソーとかだと安いからいいんですかね、うん、いやでも編み物する人ってすごいよなずっと同じ作業というかもうずっと座ってやってますもんね、えー、でもいろんなもの作れてすごいなと思いますはい 続いてラジオオネームオリーブさん,小さんこんばんばは久方ぶりにおメールさせていただきます、えー、これまで何度か採用していただいたこともあるのですがお題性おメールになってからというものお題に見合った話題が見つからなかったりどう書こう失礼がないかななどと書いたり消したり確認しているうちにいつの間にか締め切りを過ぎていたりとなかなか私にはハードルが高かったりして気づけばすっかり数ヶ月ぶりになってしまいましたが。 今回はお題を聞いた瞬間にハッと頭に思い浮かんだことがあったので締め切らないうちにおメールをさせていただきました、うん、ありがとうございますさて見つけたらついつい買ってしまうもの、はい、それはズバリ柔軟剤です、うん、新商品の CM を見たりドラッグストアやホームセンターなどの大型店に出向いた際には必ず柔軟剤コーナーに立ち寄り気になる柔軟剤を数点ずつ購入していますうん 今は柔軟剤の種類も数えきれないくらいたくさんありますが店頭に置いてある香り見本だけでは洗濯物が乾いてからの残りがやその強さそして柔らかさなどがわからないので実際に使ってみるのが一番です。使ってみたものの中から気に入ったものを定番化し我が家で扱っている基本の柔軟,体柔軟剤とは別に45種類を常備その中からその時の気分や季節や洗濯物の種類によって選んで使うというのが 洗濯という家事を楽しみに変えるポイントだったりもします <laughs> ちなみにあまり強すぎず優しく香るのも香るものが好きです、うん、小葉さんもご自身で洗濯をされるとおっしゃっていましたがこだわりやお気に入りの柔軟剤などありますかうん。ではでは、えー、気温の低い日も増え体調を崩しやすい季節になってきましたのでくれぐれもお体には気をつけてくださいね いつも温かくて優しくて素敵なひとときをご提供いただき本当にありがとうございますということなんですがね柔軟剤わわかかりりりますでまますすすうちもね山ほどありますよえー、なんかねうちの妻がですね買い物の番組をしておりますんでね関西の方でね、えー、ついついそういうホームセンターとかに行くとですね柔軟剤を大量に買ってくるというですね まあ基本我が家は「ファーファ」というのを使わせていただいてるんですが、うん、まあいろんな柔軟剤って試したくなりますよねその分かるな、うん、はいでは続いてラジオネームあ紘や洋やくんこんばんは。 いつも楽しく配置をさせていただいています。めっきり最近朝晩寒くなってきましたね。久しぶりにメールさせていただきます。いつも締め切り気にかけてはいるのですが、気づくと過ぎてしまっていて、てん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 。見つけたらつい買ってしまうもの。1. 通常バージョン。 スーパーやコンビニではジップタイプの携帯できるチョコうほうほう乳酸菌入りとかタンパク質入りとか砂糖ゼロとか罪悪感をなるべく感じられずに済むようについ付加価値のあるチョコを買ってしまいます写真ありうん写真ね、えー、バッグに忍ばしたりちょっと甘いものを食べたいときに重宝していますうんなるほどね2 お出かけ先バージョン、うん「ご当地のプッチョやハイチュウ沖縄だったらシーカーサー味とかパイン味マンゴー味とか子どもたちも大好きです。ちょっと配るお土産にいいからです」「うんくん,ふん君はおせんべいと話してましたね私は甘い系でした、えー、お忙しいでしょうが風邪などひかないように体調に気をつけて頑張ってくださいね」と「ああねハイチュウとかプッチョね買いますよねそのご当地限定味のやつ」 わかる、わかる。うちも、あの、ね、あの、娘がハイチュウとか、プッチョ大好きなんでですね。どっか行って、その限定、あの、なんだっけ、どこどこ限定ってなると、買って帰りますね。はい。えー、では続いて、えー、ラジオネームクリーミーさん、ゴウさん、こんにちは。こんばんは。息子さんのお誕生日おめでとうございます、えー。プレゼントは何にしたのかな。 私の娘も誕生日でしたよ15日おお。クリスマスも来月でプレゼントも大変ですふん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 。<laughs> 先日のラジオでおすすめの便利グッズで紅葉さんおすすめの精米機を早速ポチりまして届きました、えー、そうなんだ買ってくれたんだ、えー、まだ使ってないですが新米を精米して食べたいですぜひ食べてくださいありがとうございましたということですね、えー、さて今回のお題見つけたら買ってしまうものはすみっこ暮らしのお菓子やふりかけですうん紅葉さんすみっこ暮らし わかります隅っこわかりませんえ子供が大好きで喜ぶ姿が嬉しくてつい買ってしまいますえ今は鬼滅の商品も多いですが隅っこで私も癒されていますえついでに私の推し猫ですえここのところめっきり寒くなり新型コロナも増え続けています高うさん体に気をつけてお過ごしください あ最近ネット工事をし YouTube が見れるテレビで大画面で男闘呼組のドラマ見てますよ懐かしい楽しいやっぱりかっこいいっていうことなんですがありがとうございますえっ、ー、みっこ暮らしあなんかそういうのがあるんですね隅みっこ暮らしほう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 そうですか隅みっこ暮らしまあ鬼滅ほどではないですけど娘さんはすみっこ暮らしが好きだっていうことでしょうね。 えー、勉強しておきますすいません、うん、では続いて、えー、ラジオネームようこさんはい。こんにちはこんばんは、うん、気がつけばもう11月も半分となり夕方太陽の沈むのが早くなり日中の寒暖差を感じる季節となりました宮崎は17時半頃まで明るいですよほうほうほうテーマ見つけたらつい買ってしまうものうん 私は以前筆記用具文房具でしたけどあまりにもたまりすぎて「意外に筆記具は長持ちすするものでわ <laughs> かりますここ最近はまだあると心に言い聞かせたりしてまた次回まで我慢するようにしております」できるようになりました!」って「よかった」ってんてんてんが。が 大好きなスヌーピーのキャラクターものを見つけたらつい買ってしまいますスヌーピーの筆記用具があったら先ほど我慢できるとは書きましたがこれだけは我慢できずについ買ってしまいます今後は考えて使っている自分が楽しいと感じたら購入できるように努めたいと思っておりますということですね日中の寒暖差のある季節となりましたのでくれぐれもお体にはお気をつけくださいねっていうことですがスヌーピーねスヌーピー好きな人も 多いですよねわ、うん、かるなスヌーピー好きな人ってスヌーピーのもの買うもんね。うん、あのミッキー好きの人とちょっとなんか雰囲気が違うんですよね。わかりますスヌーピー好きな人。うんはい、僕もね昔ちょっとスヌーピーの絵を描いてみようっつってね描いたことあるんですけど全然似てねっつって怒られたことがあります。ど <laughs>、ま、どうででもいいい話ですけどね、えーえー、続いて えー、ラジオネーム、えー、秘密のけんちゃんさんはい、えー、こんにちはこうよさんいつも楽しいラジオありがとうございますいえいえ今回のテーマ見つけたらついつい買ってしまうものですが私はお菓子のハッピーターンですしょっぱさと甘さが絶妙で大好きなお菓子です うん、ハッピーターンは季節商品やご当地味などいろんな味があるんですよね家はいつも3種類の味の入ったファミリーパックを買って常備していますうん、私はノーマルが一番好きですがチーズ味や コンポター味も好きです。最近食べた焼き芋味はイマ一でした。はい、イマ一だったんですが、え昔はお菓子も一袋開けても完食できたのですが、今はお菓子自体をあまり食べられなくなったので、ちょこっとつまめる感じの、えー、個別包装のお菓子ばかり買っています。うん。 寒くなってきましたね、えー、感染も再び拡大傾向にあります今月の末から来年にかけて大事な舞台やライブなどが控えていますのでみんなで感染対策などを気をつけていきましょうねということですがハッピーターンねハッピーターンがあのついつい買ってしまうっていうのを結構あのいくつかおメールありましたね、えー、ありがとうございます僕はねハッピーターンってねあの好きなんですよ大好きなんですけどねなかなか 買わなないいっていうのもですねあのなんかほらまあ舞台とかだったりとかまあ昔からそうなんですけどライブとか時のケータリングにね必ずと言っていいほどハッピーターンがあるハッピーターンとカントリーマームこれ絶対ケータリングに含まれてるんでねそういうところに行くとあると食べるんですけどもだから自分からね買って食べようっていう。 ことにはねななななかなかならないんですよねでも好きなんですよあったら絶対食べるんですけど買ってっていうことがないですけどそうだろうなだから好きな人はやっぱ買うだろうね僕らはほらそういうどこどこの会場とか楽屋とか行くと必ずハッピーターン置いてあるんでそこで食べれるから買わないっていうことなのかな、うん、しかし何であのケータリングっていうのはハッピーターンとかあの。 カントリーマームが多いんだろうなって考えたらそうかそういうことか一個一個個別に放送されてるから手が出しやすいっていうことでそれにしてるのかなっていうふうにですね思う次第でございますが、えー、ということでですねお時間の方もそろそろいい時間になってきたんじゃないかなということで今日はここら辺でですねお別れをさせていただこうかなと思うんですがね一つ情報をですねあのー、まあ ファンミーティングやると言っておりまして、まあ、いくつも何人もの方にですね申し込みいただいてるんですがね、まあ、そこでですね作るオリジナルグッズをですねこれから制作しようかなと思ってですね悩んでいるのがですね今、えー、オリジナルマスクにするかオリジナルエコバッグにするかどっちにしようかなって悩んでるんですが。 両方でもいいのかなとか思いながらもまあまあでもどちらか一つ作らせていただいて、えー、皆さんにですね、えー、お配りできたらなというふうに思っておりますんでですね、えー、のファンミーティングの方に来られる方は、えー、そちらの方もですね楽しみにしていていただければとで意外と評判が良かったりとかしたら販売なんかもしてみようかなっていうふうに考えておりますがまあまあ どううでしょうね販売までいけるかどうかは分かりませんがですねそれをちょっと考えてみようかなって思っておりますんでですねお申し込みされた方は楽しみにしていただければと思います。ということでですね続いてのですね放送は、えー、ま,あまた近いうちにできると思うんですがテーマの方ですね、えー、テーマをですね、あのー、発表させていただきたいと思います。えー、次回のテーマは プロポーズの言葉、ね、季節とも何とも関係ない、えー、テーマにさせていただいたしですね、まあ、結婚されてる方が多いんじゃないかなと思いますんでね,ですねあの当時のことを思い出していただいてです、ね、皆さんどういうふうにプロポーズされたのかとかねもしくは男の人はどういうふうにプロポーズしたのかとかねまだ独身の方はこんなふうにプロポーズされたいとか。 そういういいいこととがありまましたたたららですすね教えていただけたらと思いますそれでねちょっとこうみんなでほっこりできたらななんて思いますんで、えー、おメール少ないかな今回このテーマだとわかんないですけどね皆さんその新婚の頃を思い出してですね、えー、おメールいただけたら嬉しいです。ということでまた次回までお会いしましょう。それではさようならおやすみなさーい。